お疲れ様です。今日は笹岡あかりちゃんが出演している金色のコルダーという舞台を鑑賞してきました。なんかアニメが原作の舞台だったんですけど、みんな可愛かったですね。すごく若い男女たちが織りなすミュージカルでした。なんだろう、私もほんの少しだけど、今月はちょっと歌って踊るお仕事があるので、なんだろう今日見てちょっと参考にして元気に頑張りたいと思います。本番は来週ですか？銀色のコルダ、はい、天王洲アイル銀河劇場にて始まります。ぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。